俺がいると事件が起こるだろうしな。お荷物だろうしよ。やはり聞かれてたか。どうするよ、あと怖えぞこれ。帰らないでください。一緒に花火やりましょうよ。帰る。そんなこと言わないでください。板垣君ついてきて。高村さんがいないと話になりませんよ。寂しいですよ高村さん。おべんちゃら抜かすんじゃねえ。さっきまで盛り上がってたじゃねえか。そう、楽しかった。でも何かが足りなかった。みんなの気持ちが一つになりきれなくって。やっぱり引っ張ってくれるリーダーがいなかったから。そうですよ、リーダーがいなくちゃ始まりませんよ。ボス大将け、今さら持ち上げたって。様が必要のようだな。あ、ダメだよ、それ後だ。花火には順序ってのがあるんだよ。あ、一歩、あ、用意して。あ、はい。しょうがないな、もう俺様がいないとダメなんだから。俺様がいないと。ちっ、急に仕切り始めやがって。やらせといてやれよ。板垣君すごいね。おかげで高村さんの機嫌が治ったよ。いや、口は達者なんですよ。女の子ともそうなの？今度堂々と喋るコツを教えてよ。え？先輩、あんなに素敵な彼女いるじゃないですか。夕べだってやっちゃったくせ。声が大きいよ。